ですね、今回はコンクリートのリアルな質感を塗装で再現できる、テイクハンデっていう塗料があるんで、その工程を見ていきたいと思います。中山の丸々な話、いや、行こう。ただコンクリペチャッとつければいいわけじゃないですね。そうだね、うん、もうこれだけだと落ちるんでね、うん、あ、ポロッとまた剥がれちゃうってことね。ポロッと落ちるんで、ヘラ押さえした後、そうやってハケでされるんですね。そうね、ヘラだと凹凸がどうしても残るんで。あー、なるほど。墨とかね、はいはいはい、どうしても残ってしまうんで、それ鳴らしてやらんと。あー、それをハケで鳴らすと。こういう軽微なクラックはどうされる感じですか？軽微なところはもう塗料で埋まる程度残してる感じだね。塗料で埋める感じですね。職人は違うな。一緒。職人二人詳しくは概要欄からホームページをチェックしてみてください。チャンネル登録もお願いします。